はい、こんにちは、ジョマです。今日はですね、山口百恵さんのサイン入りの、紙製の、ね、下敷き、サインもプリントですけれども買いましたというお話なんですけど、こちらです。サイン、ね、このサインがね、私欲しくて、ここ私の実家なんですけれども、ちょっとね、100メートルちょっと歩いたところにレコード屋さんがあったんですね。当時ね、もうないんですけど、そこに山口百恵さんが来て、サインしてもらって、握手もしてもらって、ね、私小学校6年生ぐらいだったと思うんですけど、5、6年かな、デビューされてまだ2曲目ぐらい出したところなので、もらったんですね。それでしばらく気に入ってこう飾ってたりしたんですけど、まあ年月がね、長い年月が経って、もう50年以上前ですから、ここの家も建て替えたりしたんでね、そのうち、まあ、亡くなって、あ、昔持ってたなっていう感じだったんですけれども、まあ、ここのところね、またサインやっぱり欲しいなと、子供の頃ね、飾ってあった子どもの頃の雰囲気をね、復活 したくなるんですよね、年取るとね。はい、まあ、子どもの頃は、まあ、そんなこんなギターも持ってないしね、楽器もないけど、これは子どもの頃の憧れという感じでね。で、これ子どもの頃持ってたものっていう感じ で見てたんですけれども、ちょうどね、いいのがなんと400円、ね、400円で買えました。はい、別に競り合ったとかそういうわけじゃないんですけど、ふっと見たらあったんでね、あ、買おうと思って、で届いたらすごく素敵なものだったんでね、本当に良かったなと。でサインも、もう引退される前だとちょっとね、違うサインとかもいろんなのが出てるんですけど、私がもらったサインはこういうこのサインだったんでね、ああ、当時のだっていう感じでね、当時のがこう、まあ、戻ってきたというか、そんな感じでね、とっても嬉しいです。というお話でした。どうもありがとうございました。